発をやってます須藤と申します。かぶってますね。今回僕が発表させていただくのは AD4 というシステムです。これは何かと言いますと、クックパッドで実際に使われている広告を配信するシステムですね。ちょっと皆さんのなんかオリジナリティのある作品に比べるとすごく事務的で地味なんですけれども、まあ、レールズでできているということで、まあ、今回発表させていただこうかなと思いました。で主な機能としては、まあ、バナーの広告の入稿と有効の管理ができたり、バナーの配信ができたり、ログのデータの集計ができたりと、まあ、広告配信システムとしては、まあ、基本的な機能は全て備えているという感じになってます。で早速デモの方をさせていただきたいと思います。メインのインターフェースはこんな、なんか表みたいな感じになってまして、横の方向にこう州が、縦の方向に、これ商品なんですね。こう名前ピンクの名前がついているのは商品で、クックパッドのサイトには、こうやって右側にバナーがいっぱい並んでたりするんですけれども、まあ、それぞれ商品名がついてまして、例えば今週12月3日週の、この商品には、何を、まあ、どんなクライアントさんの、まあ、バナーが回るかとか、そういうことを管理できる仕組みになっています。ちょっと試しに入れてみたいんですけれども、例えばここにトップ自社校という商品がありまして、これはトップページに出ている、まあ、自社校用の枠なんですが、この枠の入稿というところをクリックするとプルダウンに変わりまして、ここにキャンペーンというのを追加できます。キャンペーンというのは、まあ一つの商品に対する複数のバナーを、まあ、管理するための枠みたいなものなんですけれども、ここに例えばます、まあ、求人とかこう入れますと、ここに求人キャンペーンが登録されたことになりますと。で一度キャンペーンを登録すると、例えば次の週も連続して出したいとかいうときには、ここから同じキャンペーンを選んでもらえれば、どんどんいろんなところに追加していくことができるし、また秋に戻すこともできると。でこのキャンペーンをクリックするとですね、まあ、先ほどトップ自社校として12月の3日週に1枠分確保しましたという情報が登録されていて、さらにここで実際にどんな絵を出しますかというバナーを登録していくんですね。あれ、まあ、こんな感じで、まあ、こういって、バナーに必要な情報をたくさん登録して、配信期間なんかも登録して、まあ、確定というふうに押すと、まあ、この配信期間にこのバナーがクックパッドのサイトに実際に表示されますというような状態になるわけです。で1週間ぐらい過ぎるとですね、まあ、大体毎日毎日ログが溜まっていくので、そのログのデータがですね、こう詳細に、見ることができると。他にもこれは今開発している最中なんですけれども、クックパッドの、ユーザー ID をもとに、まあ、男女比ですとか地域ですとか年齢層の分布なんかを出すことができます。あとこれはですね、一つの枠に、まあ、複数のバナーがローテーションで表示される場合に、まあ、それぞれのバナーをどんな割合で表示するかとか、まあ、そういったことを管理したりする画面機能も実装していますと。で最後まとめなんですけれども、まあ、僕が作った初めてのレールズアプリケーションなんですが、まあ、初めてにしてはよくできたかなと満足しています。でデザインもある程度というか、まあ、僕もともとデザイナーなので、 あんまりコード書けないんですけど、まあ、結構社内向けのツールって結構作りっぱなしにしてたりする時あるんですけど、割とデザインもしっかり力を入れてやったので、まあ、実際に使う営業アシスタントの人とかからなかなかいい評価をもらいました。あとはもうレールズってなんだろうっていうところから始めたので、とにかくその規約に乗り続ける、レールに乗るとクックパッドの間は言ってますけれども、レールに乗り続けることが重要だなと。あとはもうすごく高機能なんで、やっぱり全機能を把握するには結構もう物理的な時間がかかるなというのが印象ですね。あと最後に、今クックパッドでは本体のクック
iPad そのもののサイトをレールズ化しようとしてるんですけれども、まあ、それに向けて、エンジニアとかデザイナーさんとか、どういうふうに仕事をしていったら効率がいいかっていう、そのレールズに合わせた開発スタイルみたいなもの、そういうのをなんかそういうノウハウを身につけていくのが結構効率化の鍵かなという印象を持っています。というわけで僕からは以上です。ありがとうございました。質問ある方いらっしゃいますか。はい、ちょっと本業の方ではまさに広告 の, ビジネスなんで、枠を入れたくてしょうがないんですけど、ああいう、まあ、広告配信システムって裏側で権限管理、あれって結構いろんな人がいじれちゃったらまずいと思うので、はいはい、権限管理とかってあると思うんですけど、はい、例えばまあ、マスターアドミンだったら全部できたりとか、サイトの担当者だったらこの枠しかいじらないとか、そういうのってなんか権限管理とかってユーザー管理と合わせたりされてます？権限管理はないですね。あ、じゃあ今のところは全部、はい、もうログインする機能がないですね。はい、社内でしか使わないので、はい、なんかその、まあ、まあ営業さんとか払い出して、でその一部の枠だ状況だけその場で携帯で見られるとかにしたら結構共同営業ツールなのかなと。それはこう実装したいですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。アドフォーセンスやってください。アドフォーセンスですか。はい、はい、はい、はいじゃないですね。検討します。